お子さんの様子は良くなりましたか？気を使ってくれてありがとう。今は落ち着いているみたい。かかりつけ医によると、今日は家から出して少し気晴らしをしてみてもいいと言っていたわ。ジュリア夫人、フルミネ、待たせたな。みんな揃ったみたいね。あと一人足りないだろ。でもオイラどこにいるかわかるぞ。おい、タルクシー。うわ、タルクシーが剣と盾を持ってる。綺麗だな。武器を持ったトルクシーはより気合にあふれて見えるわ。フレミネさん、さすがの腕前ね。オイラたちのおかげでもあるぞ。うん、旅人は目利きだね。材料はどれも品質がいい。そうだ、ジュリア夫人はさっき冒険の最後は戴冠式でエンディングを迎えたいと言っていたから、王冠の材料も頼めるかな。行く道中、ついでに探すだけでいいよ。もともと自分で解決しようと思ったけど、あなたが持ってきたものの方が、もっと綺麗かなと思うんだ。準備万端みたいだな。今から出発か？ちょっと待って。トルクシーが新しい姿になったから、絵本の1ページ目を更新できる気がするんだけど、みんなはどう思う？楽しみになってきたぜ。今のをベースにして調整するのはどう？少なくとも絵の内容が本来のものみたいに悲しくならないよ。悪いところをなくして綺麗に描き直すってことか？良さそうだな。じゃあ私が始めるわね。絵は得意じゃないけど仕事で触れたりもしているから、具体的な内容についてはみんな自由に話していいわ。僕はまず武器は書いていいと思う。王子が勇気の剣と豪気の盾を手にしたということは、現状を打破して暗闇に向かって進むと決めた証明だから。ええ、武器を書いて、他には仲間も入れた方がいいと思うぞ。今回トルクシーのそばには頼れる仲間たちがいて、一人で戦ってるわけじゃないし。仲間を書いて、他には色彩。色彩いいわね。色彩は大事。これから先の道はもう灰色に覆われた世界ではなく、色とりどりの希望に満ちているんだから。まさかこんなに勇気をもらえる絵になるなんて、素晴らしい。みんなのアイデアが素晴らしすぎる。よかった、みんな元気そうだな。トルクシーが一番元気そうだ。かわいい子、見てる？励みになったかしら。その通りです、ジュリア夫人。しかもまだ1ページ目に過ぎません。そうだぞ、オイラもう絵本を最後まで見るのが待ちきれないぜ。早く心を込めて完成させないとな。ええ、私も楽しみになってきたわ。じゃあここまでにして、みんな今から出発しましょう。よし、タルクシーの不思議な冒険だ。Thank you.
くらいで足りそうだ。僕が思った通り、あなたたちのセンスはやっぱりいいね。これで直接水曜王国に行ける。これがフレミネが見つけた水中遺跡なのか？確かに大きいけど、思ってたのとちょっと違うぞ。分かってるぞ。けど、オイラは本当に童話の世界が見れると思ったんだ。水曜たちが住む色とりどりな家とか、虹の架け橋とか。ごめんなさい。ちょっと飾り付けをしようかと考えたこともあるけど、工数と時間の関係で。おいおい、急に芝居の世界に入るなよ。つまり旅人はもう本質を理解したのね。パイモンも頑張って。カン、オイラをなめるなよ。足を引っ張ったりしないからな。行くぞ、幻想パイモンモード発動。おほん、若き勇者たちよ、オイラはこの地を守る女神パイモン。お前たちは何をしに来た？女神様、私たちは王子トルクシーの仲間、王子の失った栄光を取り戻すべくこの地に参りました。おお、失った栄光。この女神のもとには金の栄光と銀の栄光と銅の栄光がある。王子がなくしたのはどれだ？え？なってない。これが女神の試練だぞ。この試練でわかるんだ、お前たちが欲深いやつじゃなくて本当に尊敬すべき勇者だってことがな。ならば女神の褒美を受け取りたまえ。この女神が金の栄光、銀の栄光、銅の栄光のすべてをお前たちに授けよう。そしてこちらの王子、この女神がお前に七色の栄光を特別に授けよう。お前の未来が輝きで満たされますよね。女神様の祝福に感謝します。今全身に力を感じます。僕もだ。これが伝説の女神の加護なのか。ふふん、勇者たちよ、今から王国を侵略する魔物たちをやっつけに行きなさい。お前たちならきっとこの地で欲しいものを手に入れられるぞ。勇者たち気をつけろ。今襲ってきたのは水曜王国を占拠した悪い敵だ。こいつらは深海フィルチャールだ。一緒に遊ぼうよ。逃げようなんて思わないでよね。じゃじゃーん、悪い奴らがまた来ました。王子殿下、
あなたの旧敵を懲らしめてやりましょう。お別れの時間。回ってカンパ到来フェルス。カンパ到来フェルス。まただ。今回は深海のヒルチャール王者だ。怖がらないで。今の王子殿下の前ではたとえ深海のヒルチャールの神であってもやられるのを待つしかできないわ。お披露目だ。見切りました。風だ。絶戦お願いします。合わせ。お別れの時間。カンパ到来フェルス。回ってフェルス。無事奪還したってことになったよな。そうよ。ここでトルクシーの戴冠式を行うつもりだったんだけど、ただたった1回で遺跡の最深部まで入れると思わなかったわ。こんなに順調だなんて。王冠が必要だともっと早くフレミネさんに言うべきだったわ。旅人と女神がすごすぎたんだな。一気に魔物の巣窟を片付けちゃったぜ。大丈夫ですよ、ジュリア夫人。王冠を作ってからまた来ましょう。みんなには手間をかけちゃうわね。それにトルクシー、かわいい子、あなたもよくやったわ。でもトルクシーがあんなに戦えるなんて意外だったな。本物の王子みたいだった。きっと彼を阻める困難はもうないはずだ。フレミネさん。ええ、きっとそうよ。まず拠点に戻ろう。ここに来る途中、旅人に材料を集めてもらったから、早速王冠を作りたいんだ。戻ったらオイラたちの旅を絵にしようぜ。水曜王国を奪還したからトルクシーの不思議な冒険を更新できるな。ジュリア夫人、フレミネ、先に絵を描かないか。オイラ、王冠よりも早く絵本の新しい内容が見たいぞ。おい、分かってるならわざわざ言わなくてもいいんだぞ。分かったわ。じゃあ今日の物語はこうしましょう。幾多の困難を乗り越えて、王子と勇者たちはようやく水曜王国の入り口にたどり着いた。そこで仲間の妖精パイモンがみんなに本当の正体、女神であることを明かした。やったー、女神の誕生だ。女神は勇者たちの誠実さを大いに称賛し、褒美としてたくさんの祝福を与えた。そして王子が目的を達成できるよう願った。女神の栄光を手に入れ、王子と勇者は邪悪な巣窟に突入し、魔物を駆逐して閉じ込められた可愛い水曜を救い出した。王子様はついに王国を奪還した。けれど王冠が。ああ、王冠がまだできてないんだ。いや、王冠はそこにあった。魔物がこっそり奪い去ったんだ。悪い奴らはまだ諦めていなかった。しかし王子はすぐに王冠を奪回し、虹が再び王国にかかるだろう。おお、その解釈は没入感があっていいな。わあ、すごい。ジュリア夫人の絵は素敵だな。ありがとう。これで絵本の2ページ目も完成ね。トルクシーの冒険はますます終わりに近づき、王冠をいただき王となる。かわいい子、きっとその時には元気になってるわよね。
きっとそうだぞ、ジュリア夫人。それにもしかしたら今日帰ってすぐお医者さんのいい知らせが聞けるかもしれないしな。ありがとう女神様。そうだフレミネさん、王冠の制作について。一日あれば十分です、ご安心を。ありがとう。じゃあ最後の冒険はまた2日後にしましょう。ここに集まるので大丈夫かしら。じゃあまた2日後に会いましょう、かわいい仲間たち。夫人は帰ったし、オイラたちもそろそろ帰ろう。フレミネはまだ仕事があるよな。うん、ちょっと町に行って王冠の台座を作る部品を買ってこようと思う。いくつか違うワンを作って一番ふさわしいのを選ぶつもり。そうだな、フレミネは他の人の依頼を簡単に引き受けないとしか知らなかったけど、一回引き受けたらこんなに真剣にやるんだな、知らなかったぞ。多分おそらく。なんだなんだ。その僕。おい何もぐもぐしてんだ、その表情はなんだよ。なんだか顔が赤くなってるし、今すぐヘルメットをかぶって隠れちゃいそうだぞ。え、僕顔が赤くなってるの？ひひ、フレミネ、もう今日はお前の仕事の邪魔はしないぞ。また2日後に会おうな。うん、ありがとう。わかった、また2日後。僕は窮地に陥った人に美しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。